皆さん明けましておめでとうございます。尾張旭市の行政情報をお届けする朝ちゃんの時間です。今年も尾張旭市の旬な情報を皆さんにお伝えしていきたいと思います。本年もどうぞよろしくお願いいたします。さて今回は新年最初の番組ということで、水野義則市長に昨年の成果や今年のまちづくりへの思い、目標などをお聞きしたいと思います。水野市長、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。水野市長、早速ですが、はい、昨年はどのような年でしたでしょうか。はい、昨年はやはり平和ということについて考える機会が多かった年だなと感じております。先の大戦以降、先人たちが守ってこられましたこの平和というものの尊さを我々今一度胸に刻んでいかなければならないなと感じております。そうですね、市として何かできることはあるのでしょうか。そうですね、市としましては中学生を対象としました語り部講演会を開催したりするなど、各世代にやっぱり平和の大切さを伝えていく事業を今後も続けていきたいと考えております。では昨年市として力を注いだ事業などについて教えていただけますか。はい、まず何といっても私の強い思いで実施をしました市役所の南庁舎の1階の窓口の改修の事業があります。これは窓口のサイン表示をですね、部署の名前だけではなくて手続きの内容も表示をして帯状のもので統一をしました。また窓口ごとに色に統一感を持たせまして、来た方にどこに行ったらいいかなというのが分かりやすい窓口に改修をいたしました。そして高齢者の方や小さいお子さん連れの方も手続きが非常にやりやすくなるということで、ローカウンターという座って手続きをしていただけるものを中心に設置をいたしました。はい、そうですね、私も実際に窓口に行かせていただいたんですが、どこに行ったらいいのか、どこの窓口に行ったらいいのかよく分かりやすかったですね。そうですね、はい、そして私も小さな子供がいるので、はい、座って相談できるローカウンターがあるのはとても助かります。はい、それから窓口の配置を工夫したり、また職員が移動することによって事務の連携というのも実現をしております。それから市民課に関しましては、証明書の発行の窓口と住所の変更や戸籍の届け出などの手続きをする窓口を分けることによりまして、自分は証明書なんだけどという方の待ち時間を少なくするという工夫もしております。なるほど、待ち時間が少なくなることはとてもありがたいですね。そうですね、確かこの年末年始のお休み中にも改修されたんですよね。はい、まず9月に一度南庁舎の南側の窓口の方の解消しまして、この年末年始は北側の窓口の方を解消しました。まあ、合わせて中庭の方も今工事をしておりまして、年度末までには小さいお子さんが遊んでいただけるスペース、そして大人の方が休憩していただけるスペースになる予定であります。子どもから大人まで快適に過ごせそうですね。とても楽しみです。それでは今年はどのような年にしていきたいと思われますか。そうですね、今年は猿年ということで、草木が伸びきって、果実が成熟して硬くなっていくという状態を表すそうです。第5次総合計画もスタートして2年が経ちまして、尾張旭の、今後の形といいますか、少子高齢化に向けた新しい形、そうしたものが見えてきて、各施策が市民の間に浸透していく、そんな年にしていきたいなと思っております。ではその施策について具体的に教えてください。はい、国が掲げてます地方創生の取り組みはすでに始まっておりまして、その一つとしまして市の定住促進のポスターを名鉄瀬戸線の車内に掲示をするという取り組みをしております。ポスターを掲げたからといって人口が増えるという、そういう単純なもんでもないんですけども、まずは尾張旭市を知っていただいて、興味を持っていただいて、足を運んでいただいて、そして最後は住んでいただく場所として選んでいただくということが大事かなと思っております。まずは尾張旭市を知っていただくということから始まりますもんね。市長の強い思いが伝わってきます。はい、私は就任以来シティセールスということに力を入れてきておりますので、今年も市の魅力をもっともっとアップして、その魅力やセールスポイントをどんどん市の内外に発信をしていきたいと思っております。今年はそのシティセールスにつながるような取り組みはありますでしょうか。はい、今年は7月に第61回の愛知県消防総報大会が市内にあります県の消防学校で開催をされます。およそ3000人ぐらいの方がこの尾張旭を訪れていただけるということになりますので、市を挙げて盛り上げていって皆さんをおもてなししたいなと思っております。
市外から大勢の方が集まり、尾張旭市を PR する絶好のチャンスになりそうですね。はい、その他にはありますか？はい、平成31年度に愛知県での開催が予定されております第70回の全国植樹祭というのがありまして、まあ、このメイン会場となるように森林公園を選んでいただきたいという、そういった誘致活動を今始めておりまして、その活動を継続していきたいと考えております。そうなんですね。ぜひ森林公園がメイン会場となり、全国の皆さんが尾張旭市を知り、足を運ぶきっかけになるといいですね。水野市長、頑張ってください。はい、今年もさらに住んでみたくなる街、尾張旭市を目指して頑張ってまいりたいと考えております。はい、それでは今年残すところ27年度はあと3ヶ月となりましたが、思い残すことはありますでしょうか？はい、おかげさまで、予定していた事業は順調に進んできておりまして、あとはですね、旧市民会館に、まあ、機能が残っておりましたものを中央公民館とこの庁舎に、まあ、移転をするという引っ越し作業が残っておりまして、まあ、新年度からの事務に影響がないように万全を期して臨みたいなと考えているところです。わかりました。ところで私ちょっと気になっていることがあるんですが、昨年の1月にご出演していただいたときに、市長個人の目標としましてゴルフの上達と伺ったんですが、その後腕前の方はいかがでしょうか？実はですね、まあ、番組で公言をしてしまいましたので、はい、7月ぐらいまでは週に1回ぐらいのペースで練習に行ってまして、まあ、下手くそなりに、まあ、安定してきたかなという状況だったんですけども、はいはい、7月に、まあ、盆踊りを回っている時に太鼓を叩きすぎまして、手首が腫れてしまいまして手が動かないという状況になりまして、今でもちょっと手首に違和感がありまして、ちょっとそれ以降ゴルフをやっていないという、あらあら、残念ながらそういう状況でございます。そうだったんですね。練習をされていたのに残念ですね。そうですね、はい、もうようやく人並みになったかなと思ったんですけども、そこで止まってしまいました。そうなんですか。それでは最後に毎年恒例となりましたが、市長に今年の目標を伺ってもよろしいでしょうか？はい、先ほどもご紹介しましたように、まあ、手首が腫れてと、まあ、この手の甲に注射を打つという初めての体験をしましたが、実はこれで終わりではなくてですね、冬になってビーチボールの練習中に、まあ、転倒しまして、顔面からこう体育館の床に、強打するということが起きまして、前歯が一歩折れるという、これまた人生初の経験をしましたので、はい、健康都市の首長としては今年より一層健康に気をつけて、ご体健康で過ごすことを目標にしたいなと思ってます。本当そうですね。健康第一で元気に過ごしたいですね。はい、はい、市長、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。続いて尾張旭市で開催されたイベントや催しなどを紹介する尾張旭あんなことこんなことです。12月19日土曜日に名鉄瀬戸線尾張旭駅前広場で第4回朝日冬フェスタのメインイベントであるクリスマスキャンドルナイトが開催されました。朝ピーのイルミネーションと保育園児が絵を描いたキャンドル、およそ400本が会場を彩る中、各種イベントステージ、カフェブース、プレゼントの配布などが行われ、大勢の方でにぎわいました。続いては尾張旭ホットニュースのコーナーです。空き家の実態調査。空き家対策を検討するため調査印象を携帯した市委託業者が市内全域を巡回し、空き家の外観目視調査を行います。調査期間は1月5日火曜日から2月20日土曜日までで、委託業者は株式会社前輪名古屋営業部です。問い合わせは市役所環境課環境政策係、電話番号 76-8134 へお願いします。皆さん、今回の朝ちゃんはいかがでしたか？朝ちゃんは毎月1日と15日に更新しています。放送はご覧の時間です。見やすい時間でご覧ください。さて、1月15日号の朝ちゃんは市県民税申告についてです。ぜひご覧ください。それでは次回もお楽しみに。さようなら。